お祈りしてこの礼拝を始めてまいりましょう。恵み深い天の父なる神様、愛する方々と一緒にここに集まって、あなたに賛美を捧げ、祈りを捧げ、またあなたの御言葉に心を向けるひとときをありがとうございます。願わくはどうぞ私たちの心をあなたが潤し、あるいは満たし、豊かな励ましを持って私たちをもう一度それぞれの場所に送り出してくださいますように。日本中で開かれようとしている礼拝、世界中で開かれようとしている礼拝を祝福し、そこに集う方々の上に豊かな祝福がありますように。またいろいろな事情や都合で礼拝に参加することができない方々がいらっしゃいます。あるいはお仕事で、あるいは病気のために、さまざまな事情で礼拝に参加することができない方々もいらっしゃいますけれども、主よ、どうぞそういう方々一人一人の心にもあなたが届いてくださって、私たちが味わうのと同じ豊かな恵みをそれぞれの場所で受け取ることができるように助けてください。ことに病床にある方々のことを覚えます。主がどうぞ共にいて慰めを与え、あるいは希望を与え、どうぞその状況の中でしっかりと前向きにその状況に向き合っていくことができるように力を与えてください。この礼拝を始めから終わりまで導いてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りします。しばらくの間、私たちはヨハネの福音書からイエス様が語った私は何々です、例えば私は良い羊飼いですとか、私は門ですとか、私は命のパンですとか、そういうの事柄について学んできました。今日のイエス様のその言葉はヨハネの福音書の11章に出ている言葉ですけれども、私は復活であり命であるというこの言葉です。私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない、このことを信じるか。マルタは言った、はい主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じております。まあ、そういうやり取りがあるんですね。どういう状況だったかと言いますと、実はイエス様の友人にラザロという人がいました。その人には姉妹がいて、マルタとマリアという姉妹がいたわけですけれども、ベタニアというところに住んでいて、そしてこのラザロが具合が悪くなって亡くなってしまう。イエス様はそのことを知っていながら、あえて4日間ほど間を置いて、そしてそこに戻ります。で、4日間間を置いたというのは、その当時の言い伝えではもう4日も経つと霊はもう完全に人から離れてしまうというのがあって、誰が何をやったってよみがえるなんてことはありえないし、もう霊が離れてしまっているんだから、もう何をする手立てもないのだという、そんな意味があるんですね。しかしイエス・キリストはさあ帰ろうと言ってベタニアに行き、ラザロの姉妹に会うんですね。でマルタという人は待っていて、こんなことを言います。主よ、もしここにいてくださいましたなら私の兄弟は死ななかったでしょうに、とこういうわけですね。なんでもっと早く来てくれなかったんですか、もっと早く来てくれていればこんなことにはならなかったと思います。そういう状況の中でイエス様が語ったこの言葉、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。キリスト教の葬儀などで、遺体を前にしてこの言葉が読まれるとなんとなく違和感を感じるという人いらっしゃると思いますよね。私はよみがえりであり命であると言っても、ここに、ね、死んだ人がそのままいるわけですから。このラザロの出来事に関して言うと、この後でイエス・キリストは、まあ、状況が本当にもうみんな悲しがって泣いている状況、死に打ちひしがれている状況を見て涙を流し、そして最終的にはこのラザロという人をよみがえらせるという、まあ、奇跡が書かれています。イエス・キリストは死んだ者に命をもたらすことができるお方なのだということを福音書は丁寧に私たちに教えようとしています。死んだ者に命を提供することができる、もう一度命をもたらすことができる、そういうお方、それがイエスというお方なのだ。
それが復活ですよね。死んでいたのがもう一度息を吹き返して、そして蘇る。ただね、そうは言ってもこのラザロもですね、イエス様がやってきて、そして一旦墓にもう葬られているにもかかわらず、イエス様がラザロ出てきなさいって言って彼は出てきて、で、まあ、生き返るわけですけれども、おそらくそれからまたしばらくしたら病気になって、彼はおそらく死んだと思うんですよね。肉体的には私たちはどこかで、人間は肉体的にはどこかで死を経験します。しかしイエス様はあえてこう言ったんですね。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。必ずしも体がよみがえる、もちろんそれを願いますよ。病気であればそれがもう一度健康に回復されたい、それはもう当然のことながら願いとしてはあります。そのことについて祈ることは正当なことですし、イエス・キリストはそのことについても力を持っておられるお方です。ただイエス様が死んでも生きるとか、信じる者は決して死ぬことはないという言葉を使われたのは、肉体的なことというよりもむしろ霊的なことと理解する方が分かりやすい。つまり肉体的には衰えていき、肉体的にはやがてどんなに健康をこう誇っている人でも命が終わる時は来る。問題はその後私の魂がどうなるか。肉体と一緒に滅んでしまうのか、肉体と一緒に暗いところに落ちていくのか、肉体と一緒に何か訳の分からない状況に置き去りにされるのか。イエス・キリストはいやいや、そうではなく、私が十字架にかかって死んでよみがえって天に帰ったように、私を信じる者は私の命の中にすっぽりと包まれて、例えば肉体を死が襲うとしても、あなたの存在は、あなたの魂は、あなたの霊は間違いなく私の手の中に握られており、私の中にしっかり知られていて、永遠の世界を味わうことになるのだ。日本的な雰囲気では昔から非常に興味深い、外国とちょっと違うイメージの死の理解というのがありました。というのはよくお迎えが来るという言い方をしますね。お迎えが来る、キリスト教会ではあんまり使わないですよね。再臨という言葉を使ってもキリストがお迎えに来るという表現を使いません。でもね、実際は私たちの死というのはキリストがお迎えに来る日のことなのだと思います。キリストがお迎えに来る日で、もし毎晩毎晩眠って朝起きる、そのことを私は何にも考えずによく眠って朝起きるということを繰り返していますけれども、ある人はそれはまさに永遠の朝に目覚めるための準備なのだという人がいます、ね、永遠の朝に目覚めるための準備運動なのだ。そう、私たちが眠って、あるいは肉体が終わって、その魂はイエス・キリストが迎えに来て永遠の世界で目覚める。それがここで言われている、私を信じる者は決して死ぬことはない。肉体的なことではなく、あなたの霊はずっと神と共に永遠の世界の中に生きることになる。で、もしそうだとすれば私の人生の中で、私たちの人生の中で様々な挫折を経験したとき、私たちはこのイエス・キリストの言葉を思い出す必要がある。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。この言葉は私たちが日常生活の中で挫折を経験したとき、何度も何度も繰り返すべき言葉です。私はこのことで失敗し、もうどうしようもない状況に陥っている。でも私を知っているイエス・キリストはよみがえりであり命だ。このお方によって私は死ぬほど苦しみを受けてももう一度復活することができる、立ち上がることができる。イエス・キリストは私がよみがえりであり命である、私が復活であり命である、
と言われたことを本気で信じることができたとき、私たちはこの地上における生活の中でのさまざまな挫折をこの言葉を当てにして、私は今落ち込んでるけれども、でもイエス様がよみがえであり命であるとおっしゃっているので、私はそのお方と一緒にどっかで希望を持ってよみがえって、あるいはもうちょっと立ち直って生きることができる日が来ると信じることができる、あるいは不遇な環境からの脱出ということもあるかもしれません、あるいは文字通り病気の中での希望ということにもつながるかもしれません。私はよみがえりです、命です、というこの言葉は心に深く私が覚えている必要がある。そして折に触れて自分の状況を考えて、イエス様、あなたがよみがえりであり、つまりあなたは私を復活させる力の源であり、あなたが私に命をお与えくださるその力、命の源ですから、どうぞ私を憐れんでもう一度生かしてください、もう一度この地上におけるさまざまな勝利を味わったり賛美を味わったりすることができるように、あなたがどうぞ私を支えてもう一度よみがえらせてくださいと祈ることができる。でもし時が来ていて、いやもうあなたはこの地上での役割が終わりましたという時が来ているとすれば、それはイエス・キリストと一緒に天でよみがえるといいますか、霊の世界でよみがえるということになるのです。これは私たちにとってはあまり遠いことではないんですよね。死の恐れとか、ある種の絶望感とか、自己憐憫とか、あるいは他者からの批判とか、あるいはいろんな悩みとか、そういうのがあると私たちは何かこう、なんか死んじゃった方がいいのかなって考えるようなことさえある。自分の力だけ考えているととてもじゃないけど太刀打ちできないような気がする。自分の能力のことだけ考えているともう放り投げたくなってしまうようなことがよくあるのです。でも聖書によれば、あなたが生かされているのは神によって生かされているのであり、あなたが生かされているのはイエス・キリストによって生かされているのであり、イエス・キリストによって生かされているとすれば、あなたの命には意味があり、あなたの命には大いに価値があり、あなたの存在には大いに価値がある。弱ければ弱いなりに、強ければ強いなりに、あなたの存在にはとても重要な意味がある。私たちは決して強い人たちだけから教わるということはないですね。例えばよく私は病院などにお見舞いに行くことがありますけれども、お見舞いに行って帰ってきて不思議だなと思うのは、大抵私の方が励まされていることの方が多いですよね。私はこの人を励ましたというよりも、この人から励まされたという気持ちの方が強いですよね。弱々しい声で、関根先生も無理しないでね、関根先生が死んじゃったら困るから、ね、あんまり無理しないで頑張ってくださいねとか言って、お祈りしてますとか言われるとですね、なんかあれ私のこの人を励ましに来たんだか、この人が私を励ましに来たんだか、実は私たちの生活というのはどっちがどっちを励ますかってなかなかわからないですよ。時々本当に弱いと思う人の一言の方が大いに、例えば強いと思ってる、元気だと思ってる私たちの励ましになることがある。ですから決して自分でもうこう悟ってしまってですね、もうどうせ私なんかいたっていなくたって同じだということで、もう死んだ方がマシだと考えないようにしてもらいたい。もちろんそう考えたい気持ちはよくわかりますけどそういうふうに考えたい気持ちはわかりますが、でもあなたが生かされているのは神様によって生かされているので、神様があなたをなんかどういう形かわからないけど置いてくださって生かしてくださってるわけですから、そんなに急がなくても死ぬ日は来ますので、ぜひですね、ぜひ、そうか、神様によって生かされているのか。で、私にはイエス・キリストの復活の力が添えられているんだ、イエス・キリストのよみがえの力が添えられているのだとうなずいて、辛いでしょうけど、でも神様、今日も命をありがとうございます。
と祈り、他者に対して辛いでしょうけど今日もいてくれてありがとうございます、会えて嬉しいですって挨拶をしながら、あるいは他者を祝福しながら生きていくための力となる言葉、実はそれが私は復活であり命であるというイエスの言葉です。私は復活、自分のことを考えるともうどうでもいいやって言いたくなるようなことがあるかもしれない。でもあなたと一緒におられるイエスキリストは、あなたのうちに住まれるイエスキリストはあなたに向かって、私は復活、私はよみがえりの力を持った存在、私はあなたを生き返らせる力のある存在と教えてくださっている。そのイエスキリストに知られていることを大いに感謝しながら生きる。自分はダメな部分がある、弱い部分がある、でも復活の力の源であるイエスが私と一緒にいて、私の人生の中に介入し、私と一緒に歩んでくださる。それは決して小さなことではないですね。小さな子供が両親と一緒にいるとき、なんかこうある種の万能感というか、ね、お父さんがいるから大丈夫、お母さんがいるから大丈夫というもう自信に満ちてますわね、小さな子供って。別にそのお母さんはスーパーマンじゃなくても、ね、子供にとってはもうスーパーマンのような存在ですよ、ね、で確かにもう子供は安心しきっているんですね。イエスという人が私たちと一緒にいてくださる、私たちの弱さを知り、そして私を本当に命がけで愛し、私たちを神の力で満たそうとしているイエス・キリストが共にいてくださるとすれば、それはなんと心強いことでしょう。自分の力の弱さを気づくということも大事なことなんですけれども、一緒にいてくださるイエス・キリストの素晴らしさに気づくということもまたとても大事なことです。自分で頑張って生きるということも大事なことではありますけれども、復活の力の源であるイエス・キリストに知られながら生きるということもまたとても大事なことです。自分の弱さって別に自分で知らなくたって周りの人にはみんな分かってますし、ね、自分で私の弱さは何かなとかって考えなくたって人に聞きゃすぐ分かりますよね。それを探す人生じゃないんですよ。自分の弱さを探す人生ではない、自分の長所を探す人生でもない。私のようなものがイエスに知られ、復活の力の源であるイエスに知られて生かされているということを知りながら生きるとき、私たちはどこかで前向きな、どこかで上を見ながら生きられる、そんな人生が待っている。それが聖書の教えです。私たちが強くなるわけではない、私たちが立派になるわけではない、私たちは相変わらず弱いけれども、素晴らしい力を持っている愛に満ちた私たちのために十字架にまでかかり、私たちのために命を捧げ、そして死んでよみがえられたイエス・キリストご自身が、人を生かす力のイエス・キリストご自身が私たちを知り、私たちと一緒に歩んでくださるのだ。その言葉を分かったとき、私たちには新しい命の方向が見えてくると思うんです。今日は聖餐式が用意されていますけれども、聖餐式というのはイエス・キリストの十字架を思い出し、イエス・キリストは十字架の上で流してくださった血を、イエス・キリストは裂かれた肉、そのことを思い出し、そして死なれてよみがえられたそのイエス・キリストの体を思い出し、そうか、私が生きているのはイエス・キリストの肉体によって生きており、イエス・キリストの血潮によって生きており、またイエス・キリストの肉体によって永遠の命の希望が、イエス・キリストの血潮によって永遠の許しがもたらされるんだなと理解しながら、そのことを感謝しながら、このパンとジュースとそれぞれ受け取ってほしいのです。どこの教会に属している人であっても、あるいはまだ洗礼を受けてない方々だとしても、私はイエス・キリストの助けが必要ですという思いがあるなら、どうぞ前に来てこのパンとジュースと食してほしいと思います。
恵み深い天の父なる神様、イエス・キリストが私たちにとってよみがえりであり命であるということを心から感謝します。どんな状況に落ち込んだとしても、よみがえりであるイエス・キリストを信頼して、もう一度状況を立て直し歩みを進めることができるように、その希望をいつもお与えください。聖餐式の恵みも感謝します。どうか本当に私はイエス・キリストによって許されており、神に知られており、イエス・キリストに一緒に生きていただいているのだということを味わえるようにしてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。